ジョシュアのこともちょっと心配になるな。さらに同国誰だ今度は。あ、ダルメキアか。フーゴ共和国評議会。陸軍の奴らに未だ自治領に入ることすらできんとは何をやってるのか。ザンブレクの守りが想像以上に固く手こずっておるのだ。貴様ら海軍も少しは役に立ってみせろ。クリスタル自治領を我が物にしようとは忌々しいザンブルクめ。だがこの被害では撤退も考えねばなるまい。出た風号。5年経ってもなあれかな、愛してるのかなベネディクタのことを。戦から遠のくほど判断もできなくなる。連中が手ごわいのは地の利を生かしているからだ。自治領の得意な構造をな。それに加えて奴らが蓄えている食料は数年分。持久戦でもこちらは分が悪い。さてご列席のおいら方、後先考えずに始めた戦の戦況には満足かね。軍は疲弊し、補給すらままならんじゃないか。貴公が戦場に赴けば、事態は早々片付くのでは。もし俺が出れば、奴らもドミナントを出す。タイタンとバハムートによる召喚獣合戦だ。自治領解放の戦で島ごと沈めてもいいのなら望み通りにするが。そこまで言うなら相談役としての妙案を聞かせていただきたい。ん？何が始まるの？え？まさか。あ！進行後アナベラ。出たな、アナベラ。こいつ。18年経ってるけど。これはどういうこと？見た目変わんなくない？無能どもめ。祭り事とは常に。こうやって手を打っておくものだ。え、今度はこの女ザンブレクを裏切るってこと？え、しかし何を考えてんの？評議員どもの面は滑稽だった。ここにあんたが来るとは思いもしなかっただろうなあ、アナベラさんよ。かくいう俺もあんたの姿を見るまで誘いに乗ってくれると思わなかったがね。クライブ・ロズフィールド、滞在人シドの正体がまさかあんたの息子だったとはな。さぞ驚いたのでは。さて一体何のことだか。罪人の知り合いなどおりません。産んだ覚えもない。私はこのオリビエ皇太子殿下に付き従い、このくだらぬ戦を終わらせるために参ったまで。まあいい、あんたの承諾さえ得られるなら十分さ。シドは愛するベネディクタの仇、お必ず血祭りにあげてやる。おお、一座ね。でもこいつそうすりゃあんたに残った汚点も消える。ようやく枕を高くして眠れるってわけだ。一途なところは評価したいね、風後。その代わりザンブレクの方の舵取りは任せたぜ。親愛なる信仰豪様、
いつ、こいつ。女一人のためによくやるものよ。本当だよね。そこは確かに。やはり下船の血が流れていては哀れで醜く愚かなこと。あら可愛い。あら可愛い。もうすぐですからね、オリビエ。オリビエ皇太子殿下って言ってたね。もうすぐザンブレク公国はあなたのものに。正当なる第一皇位継承者としてあなたがザンブレク信仰の座につくの。そして全てが潰し合った先、新しい世界はあなたのものになるのです。実際やつのはこいつってことやろ。子供に政治はできるわけないからな。そうね、光ったの気になった時あれ盗聴されてたりとかしない？ジルの具合は大丈夫だといいが。さすがに力使いすぎたか。はい、では決断。何の決断なんですかね。あ、またなんかサブが発生しているよ。特にないか。あとはどこへ出てる。あ、隠れ家へ出てるか。決断、ドレイクブレスの破壊と、大司祭イムラの成敗、いずれもやり遂げ隠れ家に戻ったクライブとジル2人にひとときの休息が訪れると。いや、お疲れ様でしただよ。はい、サブストーリーやっちゃいたい。シド聞いたぜ、ドレイクブレスをぶっ壊したんだってな。せやで、先にジルのところ行くか。終わってからちょっとサブイベントやろう。ここ何箇所で行ってんだっけ。あ、2箇所違う。これはあれだよね、まだできないやつだから1つだけか。ちょっとジルのところに行こう。空母の士兵たち近くは。あ、ここジルの部屋なの。いい状態とは言えないわね。あ、違うか。少しは自分をいたわりなさい。はいはい。タマラさんだっけ、なんだっけ、名前がすぐ出てこない。あ、あ、ちょっと待って。あ、ありがとう。気をつける。あ、もっと見せてもええんやで。石化が進んでる。ああ、気にかけてあげて。石化、ちょっと辛かったら言ってくれ。無理はするな。これくらい平気よ。君の負担を減らしたいのに。あなたは十分に戦ってる。それに応えたいの。みんなだって同じ思いよ。私だけじゃないわ。それとも私たちじゃ頼りにならないっていうこと？いや、そういうつもりじゃ。悪かったよ。あ、よし、いや、いいぞ、いいぞ。行け、クライム行け。クライム。ねえ、ちょっと、もうふざけんじゃないよ。もう。どうしたの？いいところだったのに。ロザリアが襲われてる。え。何？もう、まあでもしょうがない。ロザリアに進軍したのはドレイクファング守備隊の一部。ドレイクファング、風獄プカの士兵たちだ。
城下町に乗り込んで派手に暴れてるらしい。目的はシドか。おそらくな。風獄不可に今のシドがお前だと知れたんだろう。まさかクライブをおびき寄せるために。どうやらシドは相当強い恨みを買ってるらしい。ベネディクトな。奴の誘いに乗ろう。熱いに言ってるの。これまでのとはわけが違うのよ。ああ、フーゴがシドに固執する理由はわからない。わからないのか。そっか、そうだよね。状況からも戦を仕掛けるくらいだ。奴の強行を止めない限り、この意味のない戦火が広がり続けてしまう。それに故郷を荒らされて冷静でいられるほど俺は人ができていない。フーゴクプカをここで撃つ。よし、タイタンもらおう。タイタン。奴にはたくさんの仲間を殺された。これ以上好きにはさせねえ。せやな。いいぜ、やってやろうじゃねえか。私も行くわ。あなたに無茶をさせないように。ね、石化が進んでるってのめっちゃ怖いんだけど、ジェルナ。大丈夫なのか。はい。何にせよ、まずはオットーに今の状況を確認した方がいいな。うん。さて、じゃあもう一回。なんか更新されてるか。あ、で、あ、出た。フーゴ召喚獣タイタンのドミナント、ダルメキア共和国の国政を担う評議会の経済顧問という立場を持ち、金と権力によって思いのままに動く私兵を有する。ベネディクタを殺したシドとその一派を、旧敵と定めると、召喚獣タイタンの姿で彼らの隠れ家を破壊し、その後も各地へ私兵を送り出しては潜伏を続ける指導を追っていたと。そう、私たちはさ、どうしてフーゴがさ、そこまでシドに固執するのかっていう理由は知ってるんだけど、本人が知らないっていうね。そう、面白いよね。だってじゃあ、フーゴの私兵、召喚獣タイタンのドミナント、フーゴクプカが有する私兵団、ベネディクタの死を知ったフーゴは、その仇とみなしたシドの隠れ家を私兵と共に襲撃し、跡形もなく破壊。そのままシドをおびき出すために、ベアランを迫害するなど、非道を繰り返していると。よし。ちょっとサブをやっちゃいたいね。私も一緒に行くわ。あなたに無茶をさせられないもの。うん。クソガブ、イチャイチャタイムを。お前への挑発だ。うん。返り討ちにしてやろうぜ。おう、ついでタイタンももらってやるよ。さあ。いや、面白いわマジで。FF16 PS5 持ってたら買った方がいいぞ。私は1万ちょっとのやつ買ったけど、多分もうこれだけでもね、もうね、お値段以上のクオリティというかもらってるから、買ってよかったって思うし。あら、クライブ、ちょうどよかった。困りごとか。困りごとですか。ええ、服を仕立てようと思ったんだけど、布が足りないことに気づいてね。あらら、それは。ほら、この間保護されたあの姉妹の分。うん。あんな格好のままだとかわいそうでしょ。ああ、綺麗な服を着せてあげたいじゃない。優しいね。必要な布は注文してあって、あとは受け取りに行くだけよ。ねえ、ちょっと手伝ってくれない。はい。それくらいなら俺が行こう。あら、いいの、助かるわ。注文した布は濃い青と朱の2色よ。お金は先に払ってるから、この引き返しを渡せば布を受け取れるわ。はい、わかった。濃い青、濃い青色と朱色の布だな。これなんか覚えてないといけないとかダメ。お店はノースリーチのマルシェにあるからね。ノースリーチ。それじゃあよろしく、クライブ。はい。姫君のおはりこ、隠れ家のベアラーの人たちはなんかみんな生き生きしてていいね。くれるんだって。困ってろよ。本当にもらえるのかな。じゃあ行きますか。どこだっけ。ノースリーチって言ってたね。はい。いや、もう、いや、やばいわ。ジルのかっこよさ惚れるわマジで。魔法でしっかり冷やすんだ。何よ。さて、布を受け取りに行こう。はい。もう大好き。もう推しキャラトルガルとジルかもな、私このゲーム。クライブも好きだけど。お
何かお求めですか？布をください。注文していた布を受け取りに来たんだが。はい、引き返しょう。あら、これは…すみません、こちらの布はまだ届いていないんですよ。ギャボン、僕らど市場から取り寄せていたもので、本来ならとっくに届いているはずなんですが、二馬車が襲われてるとか。もしかすると行商さんに何かあったのかも。その行商はどっちから？ええ、いつもならこの先の新軍道を通ってくると思います。まさかお客さんが様子を見に。ああ、その方が早そうだ。俺が様子を見てこよう。それは助かります。私も困ってましたから。どうかお気をつけて。はい。であれ、なんかチョコボの荷馬車があるね。てめえのチョコボのせいだろ。ご苦労さま。どうされました？そう言われました。大事な大事な商品だぞ。どうしてくれるんだよ。そう言われましても。何かあったのか？こいつのチョコボがぶつかってきたせいで商品が汚れちまってよ。急にぶつかってきたのはそちらで。汚れたのはこっちの商品だろうが。てめえの荷物をよこせば許してやるってのに、言うこと聞きやしねえ。そんなこと言われましても、これらはノースリーチに届ける品ですし。もしかしてあんたは僕らど市場からの行商か？よくご存知で。でもこの人が急に言いがかりをつけてきて、お願いです、助けてくれませんか？なに、傭兵の手を借り上がるってのか？そっちがその気なら俺たちだってやってやる。先生、出番ですよ。これを懲らしめてやってください。まったく、いつまで待たせんだ。あ、今からそうすりゃいいんだよ。面倒な奴が潜んでいたようだ。仕方ない、おとなしくさせよう。はい、じゃあ戦闘します。先生、その傭兵をぶっ潰してください。おいよ、とっちめてやる。オッケー、終わり。先生がやられちまった。なんて強さだ。覚えてやがれ。怪我はないか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございました。なよなよしてんな。まさかあんなたちの悪い奴らだったなんて。傭兵さんがいなかったらどんな目に遭っていたか。ですがこれでノースリーチまで届けることができます。本当に助かりました。このまま町まで護衛しよう。俺もあんたが運ぶ荷物に用があるからな。そんなことがあったなんて。こうして商品が届いたのもお二人のおかげです。いやいや、そんな。お礼ならこの傭兵さんに言ってくださいよ。そりゃもう目を見張る強さだったんですから。では確かにお届けしましたので、またのご贔屓を。そういえばお客さん、布を受け取りにいらしてましたね。あ、そうそう、ご注文の品は確かに届いていますよ。それと行商さんを助けてくださったお礼に、うちの店でも特に高級な布を差し上げます。これは女の子たち喜ぶのでは？いろいろとすまないな。いえいえ、こちらこそ本当にありがとうございました。じゃあ戻ろう。ようやく布が手に入ったな。オルタンスに渡そう。はい。おかえり、クライブ。お願いした布は受け取れたかしら？ああ、注文していた分を持ち帰った。他にもいくつかもらったから一緒に渡しておくよ。うん、
いい布もくれたからな。あら、ありがとう。これであの子たちの服を仕立てられるわ。それにしてもあんたがもらってきた布、すごく高級品じゃない。一体何をしてきたの？あっちで面倒ごとを解決したら礼としてくれたんだ。好きに使ってくれ。さすがね。それじゃせっかくだから何かに使わなきゃ。そうだ、クライブ。あ、何？あんたこの布の中でどれが一番好き？どれが一番好き？何？そうだな、選ぶの。あ、金刺繍の入った黒織物、滑らかな光沢の、おお、鮮やかな赤。金刺繍もいいな。いや、でも私は赤が好きだから赤にしようかな。これが一番好きな色合いだよ。赤がいい。その布をジルに渡しておくわね。え、なになになに。ほら、彼女は裁縫が好きみたいだから喜ぶかと思って。そういえば昔からそうだった。確かクライブとジルは幼い頃一緒にいたんだっけ。ああ、ジルは北部の白銀行の娘でな。へえ。ロザリアとの和平の証として北部が差し出した公女だったんだ。あ、そうなんだ。やっぱりお姫様だったんだ。なんとなくそうじゃないかと思ってたのよ。彼女のふとした仕草に気品を感じてたから。そう、気品があるよね。服を着てほしいんだけど。ジルはでもかっこいいっていう。今の服でいいって遠慮されちゃって。あの服だってあんたが作ったそうじゃないか。気に入ってるんだろう。そう思ってくれてるなら嬉しいけど。そうなんだ。さっきの布だけでも喜んでくれるさ。ぜひ渡しておいてくれ。ええ、そうするわ。よし、じゃあクリアは、じゃあ今回ここまでだな。はい、もうすぐ服をくれるんだって。よかったね。綺麗な服に着替えられるんだよ。本当に。はい、じゃあ今回はここまでにしておこうと思います。じゃあ次回からちょっとね、グプタを討伐っていうかね、あそこら辺の話に入ってくるので楽しみですね。お疲れ様でした。